はい、マッスルです。今回はこちら、 SHP ニアーツ仮面ライダーガッチャードスチームホッパーの初回生産版となります。初回生産版ということでシールもいただきました。魂ネーションズの紙シール、 SHP ニアーツの仮面ライダーガッチャードスチームホッパーのちょっと固めな紙ですね。パッケージは淡いブルーとオレンジがメインとなってますね。ポージングもしっかり表記ありますので後でやってみましょうということで、1号ライダーは一般販売となりますが、それ以降の2号ライダーだったりとか他のライダーは基本プレ版での購入となりますので、コメントにリンク記載いたしますのでぜひご覧になっていただければと思います。ちなみに令和ライダーですが、まずはこちら0番ですね。初回版ではなくて、まあ、50周年のパッケージにこちらになっています。令和2作品目がこちらになります。セーバーですね。1号ライダーのパッケージは基本ここがねクリアになっているような作りになってます。3作品目がこちらリバイスですね。リバイスのパッケージもちょっと淡いパッケージになってるんですね。4作品目がこちら仮面ライダーゲイツですね。このフィギュアーツはめちゃめちゃいい。プレ版でどんどん届いてるんですけど、上半身と下半身でパッカンできますので、様々な組み合わせができて、遊びがいね、すごいあります。ということで、今回は令和5作品目の仮面ライダーガッチャードスチームホッパーを開封していきたいと思います。こちらが仮面ライダーガッチャードスチームホッパーになります。すさまじく輝いてて美しいフォルムになってますね。商品の特徴ですが、この輝くボディ、令和仮面ライダーシリーズでは初めてとなるメッキ加工になっているそうです。カメラからも十分伝わりますが、実際に見ているとかなり光ってますね。決して安っぽいメッキ加工ではなくて、金額相応の価値のあるデザインになっているかなと思いますね。そして胸部分の炎のデザインも力を入れているということで、こちらは二重になってて、クリアパーツの内側に炎のデザインがされてるんですね。ゲーがね、細かくてとてもいいと思いますね。ガッチャードライバーは指と比べてこんな感じね。かなり小さいけど、しっかりプリントされてますね。いいいいいい。全然かっこいいですね。ちなみに取扱説明書はなくて、箱にね、同梱商品が書かれております。手首パーツですよね。手首パーツと反対側にも商品紹介がされているということですね。肩関節の可動域についてだったりとか、武器ですね、ガッチャージガンの持ち方だったりとかが記載されてまして、ウェブでも解説してますよというふうなね作りになってます。頭部いかがでしょうか。造形がねすごくシャープでいいですよね。メッキ加工ももちろん美しいんですが、触覚のところや側面のパーツもすごくシャープでめちゃめちゃかっこいいですね。複眼も綺麗に作られててすごくかっこいい。首周りの可動はこのくらいですね。正直他の SHP ギアーツと比べるとあまり可動域はないかなと。当たっちゃうのであんまり空を見上げるってことはできないのかなと。頭を下にする、まあ、首をね折る場合もこのくらいまでですね。そこまで折り曲げることはできない作りになってますね。首周りのパーツだったりとかはゴリゴリしっかりね造形されているという利点がねありますね。かなり細かくパーツが施されているので、まあ、それ以上のプレイバリューはあるんじゃないかなというね、率直な感想ですね。初回生産の小売価格は7700円の税込みなんですが、
リピート時のメーカー希望小売価格が9900円となりますので、いちごライダーに関しては他シリーズも同様ですが安価に設定されているということですね。腹部はそれなりに折れますね。はい。ぐいぐい行きますね。これは、いいんじゃないですか。ライダーキックをする際にも、アクションポーズは取りやすいのかなと思いますね。肩回り行きましょうか。アーマーは、稼働することできますね。ここで動かすことできますので、アーマーもそうですし、関節も引き出すことができますので、容易にポーズを取ることができると。ぐるっと回すこともできますし、引き出せば、それなりに大きなポーズを取ることもできると。柔軟にポーズは取ることできますね。大丈夫そう。うん。肩周りは結構自由度が高いと。次にドライバー稼働は特になさそうかな。脱着できるような動きとか左右に動くとかも特になさそうですね。特にギミックは搭載されていないと。脚部に関してはメッキ加工でキランキランですね。引き出すことができるので、もう少し大きく稼働することができると。靴底もしっかりデザインされてますね。ライダーキックの時にすごく特徴的なね、足裏になりますので、これがあるかないかで全然違いますね。稼働することができますので、角度を持ったような立ち方ができると。ポージングしっかりできてませんが、ライダーキックもしっかりできるというね。足裏決まるだけですごいかっこいいですね。後ろ見ていきましょう。際立った特徴はなさそうかな。これは外れるんですね。付属パーツに武器ガッチャー時間がありますのでこちらも持たせていきましょう。背面は特にデザインされてなくて表面は複数のパーツを組み合わせて作られておりますね。手首パーツに持たせて表面が見えるような形で使用するか左に持たせて左で見えるように展示するかになりますね。付け方には要注意という形ですね。右の手首パーツを外してこちらにつけていい決まる。特に取れるってこともないので安心して持たせて展示することができますが、右側から見るときはデザインがない方になってしまうので、この時は左手に持たせるかあえて見せるような形にしないといけないですね。両方にあったら本当は一番いいのかもしれないですがね。次に比較として令和の1号ライダーね、実際に
比べてみましょう。久しぶりに触ってみると結構スタイリッシュで、ボリューム感はそんなにない。ちょっと痩せてる感じしませんか？あれこんなんだっけってね、久しぶりに思いましたね。結構細い。それに比べてガッチャードは肉厚になっててかっこいいですね。造形も結構すごいですね、比べると。次にセーバー見てみましょう。仮面ライダーセーバーのブレイブドラゴン、ドライバー見てください。特にシールとかもねなかったんですよね。これはもったいないけど、すごく進化してる感ありますね。ちょっと緩かったりとかもしたのかな。比較するとガッチャードかなりいいですね。こちら仮面ライダーリヴァイのレックスケノムになります。こちら仮面ライダーリヴァイになりますね。めちゃめちゃ良くなってる。色合いとかもすごい綺麗ですし、ドライバー、バイスタンプ細かいですよ。ほらこれね、外れたりとかね、ギミックついてるんですよ。動かしたりとかねできるんですよ。すごい、めちゃめちゃ良くなってる。セイバーのドライバーと比べるとかなり違いますね。めちゃめちゃ進化してた。いい、ガッチャードもいいけど、仮面ライダーリヴァイも負けてないくらいちょっと進化してきてる。最後にこちら仮面ライダーギーツですね。この SHP のやつはね、正直めちゃ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 いいんですよ。比べちゃダメな気がするくらいこれはねいいんですけど、でもガッチャードすごいすごい。デザインも綺麗でめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。強いて言えばギーツのマフラーは軟質で、ここにパーツで取れないようになってるんですよね。もちろんドライバーも稼働したり脱着もできたり、あとはねパカッとこう外れてフォームチェンジをすることができる、ものすごいねよくできたおもちゃになります。ガッチャードもすごくいいんですが、特にドライバーにはさっきギミックがなかったという点と、ちょっとねギーツより惜しいなと思うのはマフラーね。マフラーこんな感じなんですよ。ここでねつけてるだけなので、結構動かすと取れちゃうんですよね。結構ねここゆるゆるで、これもギーツのこの軟質パーツと比べるとちょっと固めなパーツになってるので、マフラーの遊びがないっていうのと、結構こう動く割に固定が弱いので外れやすいっていうのはちょっと難点ですが、それ以外はすごくねかっこいいんじゃないでしょうか。